はい、商店街の散歩に来てます。この商店街も私が幼い頃は結構盛んだったんですよ。もちろん営業してる店舗ばかりでしたし、そのお店に勤めてる方は町内の方でしたしね。で、金曜日になると金曜夜店っていうのがここ一帯に張り巡らされて、町中の子供たちが集まった活気のある場所だったです。それが昭和50年代だったかなと思いますけども、その後バブルの時代を機会にどんどん歯抜けテナントになっていって、抜けたところに後から何かが入るかっていうと、まあ入ることもなくってね、そのまんまなくなっていくばかりでございました。で、噂に聞くとバブルの時代景気が良かった頃に、あの店主さんを集めてなんかね、一大賭博大会が行われたらしいんですよ。これは嘘だと思いますけども、それで賭博ではめられて土地の権利を取られちゃったみたいなことをね、まことしやかに言う人もいますけども、嘘だと思います。これは何でもかんでもね、悪いことはヤクザのせいにするのは違うと思うんですけどもね。まあでも商売がそういった景気の煽りでうまくいかなくなって現在に至るっていうところなんですよね。